だけの話本当にいるんだよ。偽りと欺きが得意で心を奪ってく、アダムとイブも騙されちゃったよ。あの通り本当に悪魔はいるんだよ。嘘じゃないよ。割と欺きが得意で心を奪ってく、アダムとイブも騙されちゃったよ。あの通り本当に悪魔はいるんだよ。嘘じゃないよ。それはホラー映画だよ。悪魔なんて怖くない、ただのオカルトだよ。悪魔だけの話本当に